香川県のゲーム規制条例、四国新聞のプロパガンダが原因だった。昨年四国新聞がキャンペーン健康は子供時代から血液以上ゲーム依存症対策への取り組みと題したプロパガンダを長期間にわたり垂れ流し続け、日本新聞協会賞を受賞していたことが明らかになりました。この四国新聞は 話題作りのためにこういったプロパガンダを垂れ流し続けそれが香川県議会によるゲーム規制条例制定への原因の一つになってしまいましたこの四国新聞はプロパガンダの中でゲームが引きこもりの原因になると主張しておりますがゲームがない時代でも 引きこもりはございました。現在もスマホを取り上げてもネット回線を切断しても引きこもりが改善されるわけではないことがすでに確認されております。こういった引きこもりは家庭や学校に原因がございますのでゲームを取り上げても引きこもりをなくすことはできません。ゲームは単なる 暇つぶしの道具でございますが、こういった四国新聞によるマスコミによる世論操作が香川県でこのような形で確認されてしまいました。例えばこの香川県が四国新聞のプロパガンダに流されず、ゲームだけではなくて、あらゆる依存症対策を実施するのであれば、 まだ理解はできるんですが、例えば、ギャンブル依存症やアルコール依存症、ニコチン依存症など、こういった依存症についても、条例を作って、総合的に対策を取りますというのであれば、どうぞやってくださいというだけでございますが、なぜか対象がゲームだけになってしまっております。まあ、先ほどご紹介した依存症だけではなくて、 香川県ではうどんが原因の健康被害が確認されておりますが、そういったうどんについては規制しないのかという批判も出ておりますけれども、ぜひとも香川県にはこういった香川県内のプロパガンダ、世論操作だけではなく、全国を、さらに全世界を見ていただき、このようなゲームだけに絞った、 依存症対策が本当に必要なのか、実際に対策をするのであれば、現在問題になっているギャンブルやアルコール、ニコチンなどの依存症についてもしっかりと条例で対応するべきなんじゃないか、検討していただき、拙速な条例制定を行わないようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。